ここなら何か釣れそう。ここならない。
退屈だな。ちょっといい？お、なんだい？私たちギルドから来たものなんだけど、あなたが依頼を出してたペシュールさん？おう、その通りだよ。よかった、来てくれたんだな。うん、一応お話だけでも聞かせてもらいに来たわ。掲示板によると何か調査の依頼みたいね。ああ、実はロレントにある釣り場の調査を頼みたいんだ。詳しい手順についてはまた後で説明するとして。で、どうだろう、やってもらえそうかな？それぐらい問題ないわ、任せてくれていいわよ。いやー、ありがとう。やっぱり困った時は遊撃士に頼むに限るよな。でも何のために釣り場なんて調べてるの？わざわざミラまで出して。ああ、実を言うと私はあの長考師団の団員でね、もうじき仲間たちと釣りの講習会を開く予定なのさ。で、その候補地のロレントでいろいろと下調べ中ってわけなんだ。ほう、釣りの講習会か。文化的で結構な話だね。へへ、いい企画だろ。オートでも大盛況だったし、次はもっと盛り上がると思うよ。本当ならこの調査も自分でやりたかったんだけど、あいにくの霧だからな、プロに頼むことにしたのさ。なるほどね、調査の目的は分かったわ。それで具体的には何を調べてくればいいの？ああ、お願いしたいのは釣り場の位置の確認さ。どこで魚が釣れたのか、それを報告してほしいんだ。それってつまり、良さそうな水辺を見つけて一匹釣ってみればいいってこと？お、そういうことさ。なんだか嬉しそうだけど、もしかして釣り好きなのかい？それなりにね。仕事で釣りができるとは思ってもみなかったけど。へえ、遊撃士さんにもお仲間がいたとはね。あ、まあ、それなら今度の仕事は息抜き代わりにやってくれよ。所詮釣りは道楽だからね。ま、手は抜かないけど、そう言ってくれると助かるわ。じゃあ早速釣り場を探しに行ってくるわね。一通り洗い出せたらまた報告に戻ってくるから。ああ、よろしく頼むよ。それじゃあ気をつけてね。ここなら何か釣れそうね。Thank you.
何か釣れそうね。何か釣れそうね。Thank you.
ここなら何か釣れそうね。
ここなら何遊撃士さんたち、どうもお疲れさん。じゃあ、調査の状況を見させてもらうよ。これは、まさかこんなところにも隠れた釣り場があったとは。こいつはすごい。まさに完璧な調査結果だよ。ってことは、これで仕事は完了かしら？うん、そういうことだね。とりあえずお疲れ様と言わせてもらうよ。はあ、やれやれ、ようやく終わったか。あちこち歩き回ってさすがに少し疲れましたね。うん、確かに大変だったけど、久々に釣りもできたし、私的には楽しかったかな。うん、
どうやらいい息抜きになったみたいね。おう、それならよかった。正規の報酬はギルドに預けてあるからいいとして、せっかくの機会だ。ついでにこれも受け取ってくれ。これってご機嫌だろ。大物狙い専用の特製ロッドさ。あんたならきっと使いこなせる。お礼の代わりに進呈させてもらうよ。いいの？こんな立派なものもらっちゃって。全然 OK さ。釣り文化の発展と普及のためなら超高資産は投資を惜しまないからね。おっと、そういつまでも話し込んでるわけにはいかないな。俺はこの調査結果を持って王都に戻らないといけないんでね。あ、そうなんだ。道中の無事を祈っているよ。それじゃあここでお別れだ。今日は助かったぜ。これからも頑張ってな。機会があったら王都の本部に遊びに来てくれよ。その時はよろしくね。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。